トイレットペーパーは、でもトイレットペーパー大量にあるけんけどさ、ティッシュペーパーがない。ティッシュがないでしょ。で、何がないの。ティッシュはかぶったかな。あ、でも頭に入ってた。どうせコンディショナー1個買うのとこっち来たら3000で買うわ、ね、頭に入れたと忘れた。ティッシュペーパー覚えたの。あ、ティッシュペーパーとカップ麺こうとかね。だからでも100円とか売ってないかな、そこ。あ、ほんま。すげえ、ここ。ないじゃん。うん。ドラコスター100円じゃないもん。だって100円ショップとまかなってないもん。うん。今で100円ショップ。戻す。勝手になんかぐるぐる回ったりする。ちょっとだけ色だけどね、まあ、プロペ。このまあ、このプレス3ももう10年ぐらいになるからな、これ買ってから、この今の持っておるの。なんか手に持っとるね。うん。うん。今のこのなんか手に持っとったような感じがしたけど。開けないから。止まるんか。あ、なんかコントローラーバグっとる。あんたの頭みたいな。うるせえわ。回転が待てないと。何やってんだよこれ。バグってるな。おでこのシワ、これからほうれい線、血圧、今なら0円。あ、そう。今なら0円、ベッド送料も0。じいさんが多分ゴキビってか行かれません、骨がない。そこで楽しみ。かなちゃんごめんね。うん。もうちょっと出かけるって言うの。これ子供やってても別に問題ない。かなちゃんは全然聞こえてない。直筆しながらやるけ。手話使い寝てますな。
立てなかったら、俺が立てなかったら余計せけるしょうがは気持ちかしょうがは結構できるよね、風邪ひいてるとでも、せきにはしょうがはやったら、ぬくもるげーって言うとダメだバグるな、これ最近コントローラーが調子悪いんだよ、これ質疑の買い替えんけんよ、うん、それか、あのプラグ差し直すとかコントローラーの掃除しないおじさん、ずっと車、おばさんとおばさんの車使えるもんな、トラハンとか。だけど、不動車が全然動いてないんだよ。ダメだろうけどね。差し直すとか、本体の方のプラグ差し直すとか。ブーになったけど、おかしいね、2回やったらようやくついた。短いカッパビゼでも食えんの、後でそれ100%で買えたの、うん、また変頭痛が始まった。気圧のためにはいけ、でもあと1回分しかなかったよね。今の音はダメだから出てかれなくて、確か猫ならない成分入ってないじゃないけど、ドラッグストアが近いけど、ドラッグストアで買ったこと、なんかあったね、なんだったよ、そこの奥なんか好きだよ、ハイヤーだけどなんないんだね、心丸さん。あれ残念ながら何もできない。何もないか。あそこ樽がいっぱいあるわ。壺とか樽とかいっぱいある。じゃあ壊しただけで覗くんだよ。何もないね。もう取っとるんじゃん。取っとるな。なかった。取っとるじゃん。僕じゃ寝りゃダメなんだよ。なんでガキンチョコこんな時間帯動きようかよ。ゲームの世界だけだから、うん、あ、でも撮ってなかったよ、ね、あったで、ね、だけ拾った方がよかったんや、
昼間に行こうか思ったらもうダメ、呆然しちゃったね。あとはぼーっとしちゃったもん。あ、そう。で、2時間ほど寝ちゃった。その時は寝ねえ、しょうがない。ダメでしたね、鍵がないと。うん、最後の鍵がいる、最後の鍵が。中の鍵は一回きりだし。いや、使い放題だよ、俺魔法の鍵も持ってるけど。一回きり。いや、俺のは使い放題。一回、ワイワイ使う、一回きり。うん。一回使ったら壊れる。うん、俺のは使い放題だけど。わかったっけ、うるさい。うん。じゃあ、私は一回ポッキリなんだ。うん、俺は使い放題だけど。じゃあ、わかったっけ。うん、そうなんじゃねえで終わりなんだよ。あ、そう。一回きりで終わるけどつまらん。つぼ壊したね、あれ。うん、つぼ発見したわ。あの赤い絨毯の早川なんでいいか、まだ行けてないと。中身であの中身で、うん、自販機ろくなもんが入ってないし、うん、また今年も今回も値上がりするね、2月チェクロイン。ああ、そうでか。冷凍品とかもろもろ菓子も上がる。三浦が三浦が、これやったらすごいよ。やらんけどね。あと予選券やらんよね。すごい儲けとったよ、スロットで合わせて。すぐ長くかかると。ちょっとここあれだ、これやったの。一回やったらハマってハマってやりだす。ここやってもダメだよ、あなたが行くときやるとこじゃないけん。返すのやるんか。今ね、ある村を村にのね、人を増やすの、いろんな村行ってからね、人を集めおるよ。誰も壊したいじゃん。いや、うん、教会だけ結婚式やる。
あ、ここか、預けれるのは。預けてきた、6000号。クサラがいた。うわ、あったあったあった。こんな楽器と言うたら何もならんの。ここじゃ金預けてくれるとこ。これトルネコってやつの奥さんなんやけどね、あの人。連れて行ったただで止めてくれるかなと思ったんだけど、一応お金預けていくんだね。あ、なんか他人行為な感じの奥さんの一応。商売よ、外でとって話しかけるときは商売とって、部屋入ったらお帰りや、うん、あ、もう住民おらんかな、住民増やしたいんやけどね。今いろんな町行ったらね、おるんじゃ、あ、新しい町行きたいとかっつ、それは探すのに今うろうろしようね。仕事でもなんか入ってきょれん、うん、マイケの今ハロウィリオでやってなかったら終わりね。うん、そうか、うん、いつもミカルから帰るときに、うん、そこの病院の病院のところ通りに、先の先のファミリーマン閉店になりますからって言っとった、うん、全開すら全開、全部壊すん、うん、営業するじゃん。うん。でコンビニ売ろうと思って。とかあとコンビニができるやけど。だん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 変わってくる。でも今からでもコンビニは確実に減っていくわ。こんなこなったらみんなが困る。スーパーがだって24時間営業やらんけ。
だ全然できてないじゃん。ダメじゃん、全然できる。わかっとでわざと間違えたね、これ。井戸に入っていけません。何にもない。何もないじゃんかよ。セーブだね。うん。あ、めそべ、冷やそべ。
なんで3回やって出るバカバカしい。薬物の後に偏頭痛になるとこってないか。それがあるじゃん、お前。そう、それ。違う、これやらんと。あ、そう。これやって治るのは分かってるわ。うん。いざこれが使えるときの方法のことよるんよ。あ、そう。分かる？低気圧になったり、高気圧になったり、うん、寒波になったり。まあ、しょうがないよ、まあ異常気象だ。気圧が変わるじゃん。うん。そのためになるじゃん。ジョブソルじゃジョブじゃないんだけど。そう見えるだけで。残念でした。あれここに誰もおらんじゃん。見てあげたもん。店員がおらん。アリコイドのとこだよ。うん。風呂入ってたら入れんじゃん。風呂入れんじゃん。昼にかかったけどバッテリーが切る。とバッテリー。これ来たか。来た。夜にお買い物行けるねってノマさんに言われたことがあるわ。ノマだけどノーマだけどね。ノマの。いや仲間になるじゃなくて4人まで、ま、ある村をね増やしよんで、村の人口、村に移動させてから人を、それでいろんな、ま、村は今回りよんじゃん。ジジイ村、ジジイ村、ジジイ村いらんわ。ジジイ村、ババ村いらんわ。そんな兄貴村来て、
紅茶のラテ、うん、ジャスミンティーの、そっち持ってっちゃう。私これじゃないとダメなんすまんな。ん？誰かのために。あ、それって。
んだよ、差が上がってんな。